お願いします。へい、いらっしゃい、かんちゃん食堂でございます。じゃあ LINE 登録しといてください。水溜りボンド公式 LINE がある。みんな知らないかもしれんけどね、はい、うん、コーナーもやってるからね、タイムラインでね。はい、へい、いらっしゃいでピンときてない人、うん、これ登録してないとは。してないでしょ。話、これ置いてかれますよって。その学校は、うん、始まってこうみんなで、うんうんうん、結構流行ってるから。流行ってないよ。大人は笑ってるけど子供は笑ってないよ。あ、そうなの。うん、何、人気ないコンテンツなんだあれ。いや、わかんないけどファンはすごいいるらしいですけど人気ではないそうです。あ、そうなんですね。うん、へい、いらっしゃいってつぶやくじゃん、ね、うん、俺の携帯にも来るからさ、怖いのよ。俺も通知、俺も通知。へい、へい、いらっしゃいって上にブンって、ね、誰ってこれ。あ、これまだ乗ってるわっていう。この間あの指示出して、うん、上がってきた動画に対して、あ、もうちょっと間詰めてくださいって思って、ね、あ、それ一番ね、滑ってる時のやつだから。滑ってる時に対する指示だから。あの間がおもろいんだけど、ちょっと子供ついてこないな。まあね、劇場でやるやつだから。そう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 。はい、ということで、カップヌードルのなんかお好み焼きが作れるって、はい、公式さんがつぶやいてたんで作ってみようかなと思います。絶対美味しいじゃん。そう、ヌードルお好み焼き。この中にこれを入れます。で、砕いてください。合ってる。何が。これから入れて砕いてください。やるよ。食べれなくなっちゃうよ。この容器から取り出すってことですね。取り出すでしょ、そりゃ。これ取つの。ほんだよ。いいか、これ取つ。卵1個、キャベツ 80g、 大さじ3杯。これ全部開けるよ。あ、いいよ、いいよ、いいよ、もう好きです。いいよ。言葉の節々になんか腹立つの。いいよ、全然出ないし。あー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 あああ。はいはい。みんな見せないの。見せないの。見せないの。動画だよ、動画だよ。はい、こちらです。いや、そんな見せるもんでもないでしょ。キャベツの千切りってさ、はい、お母さんが作るとまずいのにさ、うん、あのとんかつ屋さんで食うと美味しいよね。どうも、水溜りボンドです。そう、共感しちゃったな。いや、たまにその定食屋さんとかでも、うん、嘘でしょってぐらいの味の時ない。めっちゃ美味しい時とめっちゃあんまりなってね。おかんやんっていう。そう、なんかね、美味しいところのキャベツの千切りだって切ってるだけなはずなのよ。鮮度なのかな。どうなんだろう。はい、できた。じゃあボウルに、はい、それとキャベツと、小麦粉を大さじ3杯、はい、入れて、キャベツちょっと。あ、多いよ。多いか。卵。お、いいね。大さじ3杯。間違いなく美味しい。めちゃくちゃ簡単じゃない。そんなの間違いなく美味しい。卵1個でいいんですか。え、どうする。俺ら流にする。まあ、俺ら流にしてミスったことね、うん、てか料理においてだけど、他のことはいっぱいミスってる。いっぱいね。うえい。で、これで焼くだけです。え、もう食いてんもん、これ。それ、うん、お前小麦粉をそのまま食うの。お前運動会で運動神経ないやつが飴取れなくてやるやつやん。俺なんか全然見つかったんだ、お前。なんかうまいの運動会。おザクザク。ん、ザクザク、ザクザク状態です、うん、で、公式で言われてるやつよりも卵が多いんで、こっちの方が美味しいです、はい、やめてけ、やめてけ、そういう言い方はしない方がいい。確かにな、個人個人だから。うーい、これで蓋してって。蓋しよう。蓋ねえの。あ、これはいいね。蓋ねえんだよね。蓋あるよ、上に。大きさが違う気がして、違ったんだかったっけ。ほんとだ、ダメダメダメ。つくわねえ。なんでないの。はいはいはい、来た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 。え、これだけでできんの。らしいよ、知らん。いや、できるって書いてあるの、すごくない。いや、すごいよ。近くで撮っとこうよ。いや、意味ねえだろ。あっついな。で、これね、蓋するした方がふっくらなるんだって。しなくてもいいって。やべ、水入れるの忘れた。いや、本当にミスってる。やばいやばいやばい。どんぐらいどんぐらいどんぐらいやば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 い。終わった終わった。まず落ち着いて、まず落ち着いて。そこに水入ってねえよ。
水どんぐらい何杯酒飲みの器出すな。水どんぐらい100ml 100ml ね。いや絶対違くないじゃねえか。混ぜなきゃいけないのに。お前これじゃあお前何やってんだよ。100ml、ね、お前が一番焦ってるじゃねえかよ。やばい、ミスった。いやお前ねえもういいやめて、ね、ぐちゃぐちゃにしないでねえ。お前打ったよ。無理だよ今の。お前じゃあもう目が手になってんだよ。ああまずい。何してんだお前。カップラーメンできちゃうよ。何水入れたんだ誰。いや、カップラーメンなあ、カップラーメン作るなよそこで。何卵1個で大丈夫って2個入れて水忘れてんの。いやでも近いって。いやまあまあまあ、まあ、結局間違ってないんだ。間違ってはいるだろ。水入れなかったらこのさパリパリだからね。パリパリになっちゃうんだよね。どのぐらいの時間なんですか。知らないです。いや見てくださいな。もう、うん、俺調べよ。いやいや書いてないもん。書いてある。書いてねえって。俺さ仕事の連絡来たからちょっと細かしい。はいはい、ここからは僕の時間です。めっちゃ綺麗。いや、なんでこの状況で俺に任す。なんか変な匂いしてる。あっやばいやばいやばいって。まあ、ひっくり返します。はい、ひっくり返しました。え、すごっ、すごっ。え、こいつすごくね。こいつすごくね、何言ってんの。え、すげえじゃん、できたじゃん。できました。え、すごっ、できたじゃん。なんか知らんけど、できんね。いや、いいじゃん。はい、できました。ちょうどいいぐらいになってるから。え、ま、マヨッチ。まあ、ソースとマヨッチだろうね。でもね、ソースいらないって言ってたよ。あ、じゃあマヨネーズできます。うん。え、なんで普通にできたの。いや、あ、失敗したらおもろいなと思って。うん、あ、どっちでもやるやつ。うん、したらできたの。やば、お前もうお仕事じゃん。いや、もう怒られる、怒る人は怒ると思う。すいません。これはもうあんなの思わなくて。引っ越し屋さんのお兄さんってどこじゃないんで。うまそう。いや、かけすぎだろ、お前な。いや、味濃い方が美味しいから。いや、もともと味ついてる。それではどこだよ。ねえ、すごいよね、これ。いただきます。いただきます。今日ちょっと食べます。辛口評論家だからね、俺ら。お前ね、お前これ。いただきます。はい、いいんですか。うん、食えなくはね。何があった何があった。え、うまい。けど、お好み焼きではない。うん、何だこれ。おでんに入ってそう。つくねみたいな。うん、肉っぽいね。で、腹に溜まってます。めっちゃおいしい。うまくね。練り物系で。そう、なんかただ、だからこれが紹介されてたのかが不安。完成形これなのかっていう。うまっ。でも結構お好み焼きっぽいかも。うん、確かに結構もう味がついてて美味しいな。水さえ満ちてなければ、ね、まあ確かにね。肉とか入れてもいいかもね。確かに、うん、一気にそうなるかも。うん、うまっ。うまいよ。大好きこれ。お酒飲みたい。控えてください今は。ちょうど美味しい。うん、これいいですよ。違う味でも美味しいかもね。確かにカレーとかうまいと思う。カレーヌードルとかシーフードでも多分味ついてた方が。もしかしたらチリトマトとかもうまそう。ああ絶対おいしい。チリトマトにトッピングチーズとか、うん、絶対うまくね。餅とか、うん、ぜひいろんな味付けで。チリトマトにお餅とチーズのトッピングがうまそう、うん、また麺とちょっと違うんだね、食感も。確かに確かに。これで1個食っちゃってもすごいね。あと1個怖いのが、うん、でもスープも飲んだことになってるんだよね。はい、あとマヨネーズをグッて入れてて、うん、卵2つ入れてて、
まあ僕ら男性ですけどね、うん、で、あのそもそも揚げてある麺をもう一回揚げて揚げて、うん、で、本当だったらスープ飲まないところも、うん、全部入ってるからね、まあ、ね、すごいです、すごいです。でもキャベツ食ったからもうずっと、あーそうだ、キャベツ入れた感じでした。はい、おすすめです。